おはようございます。1月20日午前10時35分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日でございますが、ドル円の方は128円の8595の戻り売りから、こちらのストップ129円の15にストップを置きまして、128円の2010での買い戻しのイメージを作りました。128円の85で今売りを置いているのですが、今瞬間的に跳ねまして、ちょうど高値が128円の832までタッチしておりますが、ギリギリ 1.8 銭ついておりません。これが128円の732まで下がってしまうと、ジンクスでキャンセルになります。できればまあついてほしいなというふうには思っております。ユーロドルです。 1.08 の10ちょうどで買いから、 1.0780 でストップ、 1.087585 での利食いを。ユーロ円139円の10ちょうどの買い、138円の80ストップ、139円の7585の利食いを。ポンド円159円ちょうど、158円の90買いから、158の65にストップを置いて、159円5565の利食いを考えました。ちょうど作った時が159円の216ベースぐらいでございましたけど、これでもうすでに今25銭ぐらい上がってしまっております。つかずにこう上上がっちゃうと嫌だなという、拾いたいなというふうに思います。ポンドに関してはしばらくちょっと揉んでおりましたけれど、タイドルが、今日 1.235545 の買い、 1.2325 のストップ、 1.24 の1020での利食いのイメージを作っておりますけれども、ポンドドルがやはりちょっと上に上がりそうで、結果ポンド円を引っ張るかなというふうに考えまして、押し目買いから今日はポンドは入りたい、そんなふうにイメージをしております。同様に OGM も、ポンドと同じようにですね、まずタイドルが 0.689585 の買い、 0.6870 でストップ、 0.69 の4050利食い。このタイドルでの上昇に引っ張られて、OGM88 の6555の買い、88の30ストップ、89円の2030の利食いを、イメージをいたしましたが、こちらは88円の92レベルぐらいでの、作成でございました。今89円の05まで上がってきておりまして、これもちょっと作ったところからはちょっと上に上がってしまっていると。ちょっとドル円が今128円の73まで下がってきちゃいましたね。73台、73台はあれかな、まだ安値がギリギリ736ぐらいですかね、今ね。735までか、なんかもう今728まで下がって、これジンクスでキャンセルになりましたね。ちょっとキャンセルをしておきましょう。残念です。しょうがないですね。OGM は、結果的にタイドルの上昇から、やっぱりOGM もですね、買いで見ていて、先ほど88の6555の買い、88の30ストップ、89の2030と申し上げましたけど、ちょっとこれも、かなり上がってしまっております。同じくニュージー円もですね、ニュージードルの上昇をイメージをして、0.63 の8070の買いから、 0.6360 のストップ、 0.643040 での利食いというふうに、イメージをして、これに引っ張られて大円が上がるかなというふうに考えまして、82円の2010の買い、81の80ストップ、82の7080利食いでイメージをしました。作成時82円の414レベルでございましたけど、今あんまりニュージーは変わってないですね。ちょうどドル円が高値をつけたところから今10銭強下がって、もう少し下がってくれればですね、黒線を買いたいなという気はしておりますけれど、ドル円は買いではなくて、今日はやっぱり跳ねたところを、引きつけてやっぱり売りたいです。今のところもう差し値はキャンセルしましたので、もう一回上がったところは成り行きで、売り場を探してみたいというふうに思います。オージーニュージー、特にオージーとですね、ポンドが今日ちょっと上に上がりそうかなというふうに、
4時間足とかを見たときにですね、時間足、4時間足見たときにそういったイメージが強かったので、今日は、とりあえずクロス線上を狙うという方向でイメージをしてみたい、そのように思います。また何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。本日のモーニングショット、これで終了です。ドル円売りたかったです。失礼します。